ケンイチです。今回も動画をご視聴くださいましてありがとうございます。今はですね、新名神高速の箕面とどろみインターチェンジの方へ来ています。今回の動画はですね、高速道路を走っている時のオデッセイハイブリッドのメーターの動きを見ていただこうと思います。今からですね、宝塚の北のサービスエリアですね、そこのスマートインターチェンジまでを往復してみて、高速を走る時の燃費などなど見ていこうと思います。でちょっと加速はあまり思いっきりせず、基本的にはホンダセンシングを使って走ろうと思います。走っている時間帯がですね、深夜の11時30分過ぎということで、交通量はそれほど多くありませんでした。ですのでゆっくりとした加速でですね、本線の方へと合流していくことができました。ここからですね、ホンダセンシングの方を使っていってですね、ホンダセンシングの設定を100キロに設定して、もう完全にですね、センシング任せで行こうと思います。ちなみに今走っている新名神高速道路はですね、制限速度は100キロなので、それに合わせて走るということになります。まもなく兵庫県に入ります。新名神高速道路は比較的新しい高速道路ということになりますし、結構トンネルが多い区間ということにもなります。なので、あの緑のですね、ライトを照らして、ある程度車のペースをですね、合わせていくような感じのものがついているんですね。どれぐらいの効果があるのかはですね、僕にはちょっと分かりませんが、こういうものがですね、新名神高速道路のトンネルにはついています。で最初にも言っていた通りですね、今から宝塚北サービスエリアの方に向かいます。ここからで言うとですね、今見のどどろみっていうところから乗ったんですけど、そのもう一歩先に川西インターチェンジがあって、その次にですね、宝塚北サービスエリアっていうことになるので、だいたい距離にして20キロぐらいだと思います。この距離をですね、往復して燃費の方を見ていこうと思います。でまず行きの方はですね、ずっと山道を登るっていうことになります。山道を登って帰りが下るっていうことになるので、まあまあ燃費的にはそんなに平地を走っている時と大きく差は出ないのかなっていう感じはするので、まあ、この状況でどれぐらいの燃費が出るのかなっていうのも合わせて見ていこうと思います。でタコメーターもですね、映像しっかり入れるつもりだったんですけども、残念ながらですね、ちょっと切れてしまってて本当に申し訳ありません。大体ですね、今2400回転あたりで巡航をしています。まあ、ただドライブで運転をしているとですね、必要量充電がされるとですね、エンジンの回転数が下がり、で EV モードでも走ることができるんですね。こうなってくると燃費がどんどんと伸びてきます。スピードメーターの映像ですね、右下に出ているのがレーダー探知機で出している細かなメーターになるんですけども、まあ、左が水温計、真ん中が瞬間燃費計、右がタコメーターということになるんですけども、この真ん中の瞬間燃費計を見ていただくとお分かりになると思うんですけども、 EV モードに入るとですね、どんどんと燃費が伸びていきます。高速道路を走るときはですね、エンジンと直結クラッチがつながってですね、でエンジンの力で走るっていう風に思ってしまうんですけども、意外とバッテリーの状態とかによってはですね、 EV モードで走るっていうことにもなります。でバッテリーの方がですね、足りなくなってきたりとかですね、出力が必要になってくると、それに応じてエンジンがかかってくるっていうことになりますので、エンジンがかかってくると瞬間燃費計の方はどんどん下がっていくと、まあ、そういう風なことになってます。でこの日はですね、外気温が23度っていうことなんですけども、車に乗っててですね、それほど暑さを感じなかったので、エアコンはつけていません。そしてイーコンをオンにしている状態で走っています。で、まあ、夜の高速道路ということでですね、景色が真っ暗で本当に申し訳ないんですけども、まあ、なぜ夜の高速道路を走ったかというとですね、やっぱり交通量が少ないということが大きいです。昼間走るとですね、こんなに空いてるということはないと思うんで、空いてなければですね、ペースがバラバラになってしまうので、まあ、これが終わった後にもですね、
スモードで走ってみようと思うので、まあ、全然違うデータになってしまうのかなということで、またあえてですね、夜の時間帯を選んで車の交通量が少ない時に走っています。車がいないからこの時ハンドル離してみるとこんな感じです。この暗さでもしっかりと方向は取ってくれるんですけども、やっぱり左右にフラフラする感じはあります。でマルチインフォメーションディスプレイのですね、エネルギーフローモニターですね、そちらの方を見ていただくと、まあ、今は歯車が真ん中に入っているような状態になっていると思うんですけども、まあ、この状態がですね、エンジンとタイヤの方が直結になってて、ガソリンでというかエンジンで走っている状態ということになりますね。この真ん中のギアがない状態だとモーターで走っているということになります。結構ですね、頻繁にここの状態が変わっていくので、まあ、同じ速度で一定で走っていてもですね、道路状況によったりとかバッテリーに合わせてですね、制御の状態が頻繁に変わっているのが分かります。で上り坂になってくるとですね、やっぱりパワーメーター見てみると6メモリぐらいいってるんですかね、7メモリいってるかな、ちょっとしっかり見えないんですけども、それぐらいになってくるとですね、どんどんと燃費が下がってきます。エンジンの回転数の方も2400回転ぐらいになってきて、やっぱりこれぐらいで走るとですね、燃費の方は下がってくる感じですね。今はセンシング任せに走っているわけなんですけども、やっぱりセンシングが使えるとすごく楽ですよね。上り坂だろうがですね、下り坂だろうが、この坂の勾配が変わろうがですね、綺麗に100キロをキープしていってくれるので、やっぱこれは本当に便利がいいなと思います。速度コントロール微妙なところをしていると本当に疲れるんですよね。でそれをですね、メーター見ずに走ってると速度が勝手に落ちてきてしまってたりして、ペースが乱れるみたいなことがあるんですけども、このセンシングを使うことで本当にペースが一定にキープしてくれるので本当に楽です。これつけてから高速道路はですね、めちゃくちゃ楽になりましたね。でも普通のクルーズコントロールと違って前方に車がいたら速度も調整してくれるので使ってて恐怖感はないんですよね。前のビットに乗っていた時ですね、どうしてもクルーズコントロールの機能が欲しかったので、スロコンを買って、スロコンをつけて、それにクルーズコントロールがついてたやつを買ってたんですけども、やっぱり前に速度の合わない車がいるとその機能をオフにして、で抜いてまたセットするみたいなのを繰り返したりするので、意外と面倒だったんですよね。で前方への気遣いもですね、 ACC の方がかなり楽なので、モーターセンシングがついてから高速道路の運転は本当に楽になりました。ちょっと速度が落ちちゃうんですけど、今ちょっと右から来てるんで前に従っていきます。速度落としてるのはもうセンシングが全部やってくれてます。100キロで行きたいんですけど、あと1キロで降りる予定の場所なので、このまま行きます。速度はですね、メーター読みで85キロ程度ですね。天気朝まで持つかなと思ったんですけど、雨が降り始めてきました。ちょっとタイミングが悪かったようです。宝塚北の方に寄って、ここの ETC の出口で出ていきます。宝塚北のサービスエリアは上下線ともに同じ場所っていうことになるので、
まあ、駐車場だけがですね上り線と下り線に分かれてて、で建物とか施設は同じ場所ということになります。このままですね宝塚北サービスエリアの方に向かってですね、もちろん停車はせずにそのまま ETC レーン外に出てですね、でまた上り線の方に乗り換えて高速道路をですねまた美濃とどろみの方へと向かっていこうと思います。普段は神戸方面からですね高槻の方面に向かって走って神戸北のサービスエリアに寄るっていうことが多いんですけども、今回は初めてですね下り線の方から、宝塚北のサービスエリアの方へと向かいます。普段は上り線から乗ることが多いので下り線からサービスエリアの方に向かうとですねちょっとなんか遠いなっていう感じがしますね。上り線の方からサービスエリアの方に入るともう本当にすぐに駐車場にたどり着くんですけど、でまた下り線の方はですね上り線の方となんとなくですけど雰囲気が違うなと感じてしまうものですね。初めてなのでどこが出口かとかわからなかったんですけど、こう入ってきていきなりガソリンスタンドがあるタイプのサービスエリアも珍しいなと思いました。だいたいねガソリンスタンドってこう出るところにあるじゃないですか。僕が寄ってるところがたまたまそうだけなのかもしれないですけど、入る側にあるのってなんか新鮮だなと思いました。で正面に見えてるのがですね宝塚北のサービスエリアの建物とかがあるところになります。今回はもちろん寄らないのでですねこのまま ETC の出口の方へと向かっていきます。夜もやっぱり綺麗ですよね。明かりがの色ってすごく綺麗だなって思います。この ETC の出口を出ていきます。利用料金は480円です。この ETC の出口を出てですね左手に行くとすぐに大阪方面というか高槻方面といった方がいいですね、高槻方面へと向かう入り口があるんですね。なのですぐに乗り換えることができます。でまた高速に乗っていきます。燃費の方はリセットせずに行こうと思います。今降りたばかりのですね出口からまたすぐに乗ってですね同じサービスエリアに向かうっていうのは初めての経験です。道に間違えたりした時は U ターンするのにあるんでしょうけども、僕はこれまであまりそういう経験がないのでこれが初めてっていう感じですね。サービスエリアならですねゆっくりと走っていってですねまた反対車線に乗っていったらゆっくりと加速してホンダセンシングの方を100キロに設定して走っていこうと思います。100キロまでゆっくりと加速をしていこうと思います。
限り100キロで走っていきたかったので、ペースに合わない車は追い越していこうと思います。ただ追い越す時だけですね、ちょっとだけ100キロを超えて速度を出さないとスムーズな追い越しができないので、その時だけ速度を伸ばします。まあ、これでですね、ちょっと燃費が落ちてしまうということはあるかもしれませんが、だいたい普段車に乗っている時ですね、こういう状況になったら抜いていくと思うので、まあ、それと同じような状況でですね、燃費の方がどれぐらい伸びるのかなっていうのを見ていただけると幸いです。まあ、本当はですね、何も車がない時間帯に走ってですね、まあ、そんなものはありませんけど、まあ、それで100キロでずっと継続して走れた方が面白いんでしょうけど、まあ、それだとですね、実際の走行とは程遠いものになってしまうので、まあ、こういうふうに前に車が入ってきた時は多少加速していってですね、追い越していこうと思います。そして帰りというか、まあ、美濃の轟の方に戻っていってるわけですけども、その帰りの高速道路っていうのは下りになっています。池品は上りで燃費が伸びにくかったんですけども、帰りは下りになっているので少し燃費が伸びやすいと思いますし、エネルギーフローモニターの動きがですね、若干違うのかもしれないので、そのあたりも注目して見ていただけるといいのかなと思います。今回の動画はですね、夜の高速道路をただただ走ってですね、その高速道路でのエネルギーフローモニターとかですね、速度メーターとか、そういうのがどうなってるのかなっていうのを見てもらおうと、まあ、そういう動画になっているので、早送りとかをしようと思ったんですけども、そのままの速度で流していこうと思います。まあ、よく見るとですね、ちょうど眠たくなるような感じでいいのかもしれないんですが、動画としては退屈なのかもしれませんので、YouTube のですね、再生速度の方を上げてもらって最後まで見ていただけると嬉しく思います。動画を編集しながらですね、20分間、まあ、大体これ往復したら25、6分になると思うんですけど、ずっとその間喋っていようかなと思ったんですけども、残念ながらですね、そんなに長く喋れるほど弁心高速道路のネタも持っていませんし、この辺のこともそんなに詳しいわけではありませんので、この辺のことをベラベラ喋るっていうわけにもいかずですね、まあ、沈黙の区間はちょっと長めになってしまうとは思うんですが、そのあたりもお許しいただけると幸いです。で、今ですね、ちょうど下り勾配になってますよっていう看板が見えてきてですね、下りになって燃費が伸びそうな感じなんですけども、やっぱり EV モードには入らずにですね、バッテリーの状態によると思うんですけど、今は直結モードで下っていますねって言ってたら EV モードに変わりました。まあ、下りだったらですね、パワーメーター見ても一目盛りしかパワーがついていない状況なので、まあ、それなりの距離をですね、 EV モードで走れてるのかなと思います。ホンダの iMMD はですね、まあ、今でいう EHEV ですね、は、まあ、高速領域になってきてモーターの部が悪いところですね、回転数が上がってトルクが下がっていくっていう状況になってくると、エンジンの力を使って効率よく走るっていう風になってるので、エンジンと、まあ、タイヤの方が直結クラッチでつながるっていうことになって、で効率のいい走りをするっていうことになってるんですけども、意外とですね、この100キロで走っていたとしても EV モードで走っている時間っていうのはそれなりにあるのかなと思います。だから高速道路だからといって常にエンジンと直結して走っているわけではありません。常にですね、効率のいい状態っていうのを、まあ、それを機械が判断して状態を変えて走っているっていうことになってますね。ただその制御がですね、本当に効率のいいものかどうなのかっていうのは僕には分かりません。今回の動画の後にですね、S モードでも走っているっていう動画を作るつもりでいるので、 S モードと比較して走ってみて、どっちの方がいいのかなっていうのを比べてみると面白いのかなと思います。なんかいろいろとですね、情報、以前の情報ではですね、 S モードにずっと入れっぱなしで走る方が燃費が伸びるみたいなことを聞いたこともあるので、すごい僕自身も興味があるのでですね、これを走り終わった後ですね、また同じコースを S モードで走ってみようと思います。それをですね、いっぺんにやってしまうと動画の方がめちゃくちゃ長くなってしまうので、今回はただただ高速道路をですね、Dレンジイコンオンにして
走った時のエネルギーフローモニターとかの様子を見ていただこうと思います。で今通過しているのがですね、川西のインターチェンジということになります。先ほども言ってましたけど、この辺りはですね、新名神高速道路っていうのは100キロで走って走れるんですけども、中国道と比べるとですね、山の方に道路が続いているので、もう本当に周りが真っ暗なんですよね。昼間だとまあまあそれなりに景色が見えるんですけども、夜だと本当に何も見えません。トンネルで視界が開けるみたいな、そんな動画になっちゃうので、本当に景色的には面白くないんですけども、なるべくですね、同じ速度で走るっていう意図を持ってこの時間帯に走っているので、それはご了承ください。オデッセイハイブリッドですね、普通に高速道路を走っている時のメーターの様子ですね、まあ、そういうのも見たいっていうのがあればですね、普段といってもコロナ騒ぎで全然お出かけができないんですけども、今度お出かけする機会があったらですね、カメラを載せてですね、撮影しながら走ってみようとは思いますので、まあ、そういうご要望があればコメント欄にいただけると嬉しく思います。まあ、動画の方はですね、トンネルと山道の淡々とした動画が続くわけですけども、箕面とどろみインターチェンジはですね、あと2分ほどで到着します。探知機の右下に映ってるやつですね、あの真ん中の 18.8km パーリッターを示してるやつがどれくらいの燃費になっているのかなというのを見ていこうと思います。まあ、ここから下りになっているので燃費は勝手に伸びていくんですよね。まあ、オデッセイ乗ってて思うんですけど、このインターチェンジとか走る時のこの回り込んだ道ですよね、カーブとか、まあ、本当にミニバンですけどもね、こういう道を走るときが怖くないんですよね。スーッと曲がっていってくれますね。あと3分で12時間はい、あと3分で12時間って言ってますけども、12時になるとまた深夜料金になって高速料金が安くなるんですね。今は休日割引が入ってるんですが、残念ながらここで2分を潰すわけにはいきませんので、このまま降りていこうと思います。はい、ここまでですね。では 19.3km パーリッターということになりました。
ではですね、続けてまた S モードで走っていこうと思いますが、それは次回の動画にしようと思います。もう一回行きましょう。それでは今回の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。